髪色変えた。いつだっけ？昨日？昨日？うん、昨日変えた。昨日久しぶり、やっと美容院、久しぶりではないかな。そんな久しぶりっていうほどの久しぶりじゃないけど、やっと美容院行って帰ってきた。髪色ちょっと遠いな。ゴールデンウィーク休みはゴールデンウィーク、ゴールデンウィークって舞台じゃないっけ？あ、ギリ被ってないんだっけそこって。あ、ギリ違うのか。え、ゴールデンウィークっていつからいつまで？あんま知らないんだけど。うん、いつからいつまで？うん、いつからいつ？あ、被ってないのか。わかんないな、ゴールデンウィーク休みがあるかなんか。わかんないな、ちょっと。これの方が似合う。似合ってもいつか明るくするかもしれない。わかんない、その時はもう自分のしたい色にしちゃうから。わかんないな。両方好きでいて。ゴールデンウィークに休みがあるかの話をしてたよね今ね。何の話してたっけと思って。どこ行ったっけ。あ、休みがあるか、待ってろ。ゴールデンウィークわかんない。でも稽古してそう、普通に舞台の。だって近いしね。あさってからでしょ、29から稽古が近い。稽古じゃない、間違えた。稽古が近いってのに、舞台が近いからきっと稽古してるでしょうね。間違えてたっけ、稽古が近いって言っちゃった。舞台が近い。エーペックスやってないんだよね最近。最近やってない、結局。なんか夜遅くなっちゃってさ、こうしようと思う、なんていうの、できる時間がこう、ね、昨日は遅くなっちゃったから、もう今日起きるのめっちゃ早かったからもういいやと思ってしなくて、今日も明日も早いんだよな朝。昨日はね別に時間はあったんだけど、普通に昨日も起きるのが早くて、そう眠くて寝ててでしなくて、今日もそう起きるのが早くてでしてなくて、ベックスしたいけど、そういつも寝る前にやってるんだけどさ、寝る前にしようとしたらさ、こうもう睡眠時間がただでさえ短いのもっと短くなっちゃうから、さすがにやめとこうと思ってやってない。やりたいんだけどね、もうちょっとでシルバーの3に上がれそうなところでやってない、ずっと。シルバーしたからね、海、海鮮、山、高級和牛、
家は大人気ゲーム機どれか。あ、明日から始まるの？やばい、全然把握してなかった。でもそれさ、私さ絶対さ、これあれでしょ、なんかゴールデンウィークのさ、なんか何派みたいなやつでしょ。どう考えても家じゃんいや何が欲しいとかのやつじゃなくってさ、別にそう、何々派だけだったらさ、どう考えてもいいじゃん私何それを、絶対に家でしょこれ私。あ、これね、山海派山派家派。え、なかったのにね、前家派なんて増えてるじゃんやばいこのギフトいやこの家くんはやばすぎるでしょもう目がちゃんと開いてないじゃん、ゲームして引きこもってるみたいな確かに絶対にこれだけど、私この3つの中だったら完璧にこれなんだけどさやばい、家派なかったのにね。去年もさ、こんなのあったじゃん、こういうのゴールデンウィークのみたいな、何派みたいなやつ、海と山しかなかったのに家派が増えてるうん、え、このさ家派のさ大人気ゲーム機ってなんだろう。ユニコも手得書に没頭しよう、図書カードプレゼント全然本読まないから読めってこと読まないすごいいいね。海鮮が海派ね、山派は、あ、国産和牛、高級国産和牛か。美味しそう、お肉。海派が海の幸、すごい。プレステ5だったら欲しい。確かにね、プレステ5だったらめちゃくちゃよくない。だってさ抽選とかせずにさでもね、わかんない、抽選があるからね今。薄そうだけど、その可能性は。これでスイッチライトだったらめちゃくちゃ面白いけど、2台持ちもし達成すればの話だけどねうん、何だろうな、まあ、また決めとくね多分詳細がもらえると思うんで、このキャンペーン送ってもらえると思うから、それを見て決めるわ。まあ何派かね海のいくらの寿司もいかれ、え、そうなんだよね、わかる、そう全然海派ではないんだけど、あの断然に家派なんだけど、こう何々派とかだったら絶対家派なんだけど、そのいくらね、いくらめっちゃ美味しそう。いくら、え、いくら美味しいよね。去年かな、去年からいただいたよね確か。去年だよね、あれ去年だった気がする。めっちゃ美味しかった、それの、そのいくら、そう美味しくって、そうだから確かにありだけど、クラが食べたいだけ、それはそうそれはそう、え、クラ美味しいじゃん、クラね、
イクラ美味しい。まあ、だってもう決めてたもん、その達成した時から、そのなんか海の幸みたいなやつにイクラの写真が載ってたから絶対イクラあるなと思って。他にもあったんだけど、なんかねいろいろあったの、もう覚えてないや、前すぎて頼んだのが、なんかいろいろあって、そう、もうでも決めてた絶対にイクラって。明太子より明太子、でもどっちも好きだけどな、どっちも好きだけど、選べないかも、どっちも好き。結構明太子も食べるし、いくらも好きだし、まあでも食べる頻度で言ったら明太子の方が多いけど、だっていくらなんて食べないじゃん、なかなか。これなんてそのお寿司屋さんぐらい、お寿司屋さんお寿司食べるときぐらいしか食べないじゃん。明太子の食べる頻度多いけど両方好きかな。今日目が腫れてる。嘘だ、目腫れてないかな。最近お二人の調子がいい。なんかね時々おかしくなるんだよね。こっちかな、あどっちだっけな二重のなんか幅がおかしくなる。本当に時々だけど。ん？うん。忘れたけど。どっちだろう、わかんない。どっちかは。どっちだっけな、忘れた。こっちかな。どっち、忘れた。どっちだ。急遽おかしくなるんですよね。パニック、いやなんか多分そうじゃなく、そうじゃなくってなんだろうな、そんなもともと二重の幅が違って、左右で若干ね、若干違って、それが嫌でこうなんかアイプチじゃないけど、なんかその絆創膏でさアイプチみたいに切ってで夜だけこうつけて癖つけるみたいな、そしてこう合わせたんだけど時々戻っちゃうのね、本当に時々。分かんないけど、それ本当に時々戻るぐらい。でも今は全然、あそこで絡む、ね、人によると思うんだけど、私はうん、そのもともとがこの不鞘だったからかな、これ見てきたけど、そう何日間かしたら普通にそっちの同じぐらいの幅になった。幅じゃないな、違うんだ、なんかあれだ、こう末広二重と平行二重ってあるのね、どっちかがこう末広でどっちかが平行だったの。それをそう平行にしたの。だから若干しか変わってないんだけど、その途中で終わってたのをこうなんていう、目頭まで持ってきたみたいな感じ。目頭こうまでこう続くようにしたって感じ。だから本当に若干なんだけど、まつげパーマね、まつげパーマとかする前にしてたから、してた、する前にした。右の平行、どっちも今平行だよ、今平行にしてる、平行ですね。うーん、今はだから一緒だけど両方、毎日癖つけない、人によると思う。私はもともとがこう二重でこう若干の違いになったからすぐでなったけど、そこで絆創膏に二重にしたは違う、二重、もともと二重ではあったけど、その嫌で、そのなんか形
違うのが、二重の感じが。私元は一重ではね、元から二重ではあるんだけど、なんだ、なんていうの、平行二重と正広二重っていうのがあって、難しいんだけど説明が。この目頭までこうちゃんとこうなんていうのなってるのが、今両方が平行なのね。でこれがこう目頭にかけてこう終わってる、終わってるのが途中で、なんていうの、こう目尻になって広がっていく感じのやつが末広。こっちかな、こっちだな、右目が途中で末広だったの、手前で終わってたからそれが嫌だったからこっちまで平行二重になるように、ここ目頭もこうなんていうのなるようにこうしただけ、癖をつけたというか、そんな感じ。元は二重だね、私は。でもそれだけね、おかしくなるんだよね。だからそしたから広くなったりとかしちゃうんだよね、ここの二重の方が。時間置いてれば治るんですけど時間置いてれば本当に時々右と左で違う、今は一緒だよ。お前若干違っただけね、さ癖つけたって感じ。アイプチみたいな感じ、絆創膏着て。アイプチ使ったことないかもわかんないけど、アイプチなんかあれなんだよね、2種類あるんだよね、塗りのタイプとテープみたいなタイプ。そうテープの方みたいな感じで使ったってことか。使ったことないアイプチそうただちょっと癖をつけたかっただけだから、本当一緒にしたかっただけだから、形を。夜寝るときにしかつけてなかったから絆創膏でやってた。だからなんかそれつけて外に出たいんだったら確かにアイプチーとかの方が目立たないのかもしれないけど、ピュアフトのか、ピュアフト分かんない、あるかな、てかいつしたかも覚えてないんだよね、めっちゃ前なんだよね。その自分でめっちゃ気になってそれをしてた時期があるんだけど、でもすぐなったからさ意外とそんななんか1年かけてやりましたとかではないし、別に多分あるかそれ分からん。いやもうなさそうだな、いつしたんだろう、分かんない、覚えてない。でもめっちゃなんかやってた記憶はあるんだけど覚えてないや、分かんないな。昔の写真、昔の写真見てもあんま分かんないんだよ。いやもうなって分かんないや、いつしたかも覚えてないもんだってだから本当微妙な違いだから、ほぼほぼ変わってないとは思うんだけど、なんて見た感じじゃほぼほぼ分かんないと思う。単純に私がちょっと気になるからそうしただけ。わかんないよ、画像ない、わかんない、あるかもしれないの、いつしたか覚えてない、どうやって癖つけたか。でもどんな感じだったかも覚えてないあんまり片っぽが線広だったのは覚えてるんだけど、そこまで覚えてないんだよね。そしたら覚えてない、加入前にこう気になってやったのかも、加入後にやったのかも分かんない。分かんないや、実は変わってないと。じゃないそれはない、だってめちゃくちゃ記憶にあるもんそうしてたの、夜にこうパソコンつけてみたいな、
次の日朝撮ってみたいなの、ほんと数日しかやってないけど、1週間もやったかなレベルぐらいだからちょっと分かんないや、覚えてない。自分が気にしてる、いや確実に違うんだけど、変わったんですけど絵の感じ、いつやったか覚えてないからさ。めっちゃしてない、してない、めっちゃしてない。だから何日かもおかしくやってないそれでその跡がついたから、あと癖がついた、二重の同じになったから、もう覚えてないよそれで効果。私はなんかなった、両方同じ感じになったけど、まあ、人によると思うな私はね、私はでもいつやったか覚えてないんだよね。何歳の時にやったとか覚えてないよ。人によると、もともと一重から二重にするんだったらアイプチとかで結構時間いるかもだけど、私の場合はその形を変えたかっただけだから、平行二重に両方ね近づけた、末広だったから、末広二重だったから、ここへ続いてなかったのね、目頭まで二重が途中で終わってたから、それをこう目頭のとこまでこうなるようにパソコンでなんかやってただけだからかな。アイラインって引いて、アイライン、今は別にメイクしないから引いてないけど、メイクするときは絶対引く、アイラインは絶対。だから二重自然に凝ってから目の違和感がすごかった。確かに目の違和感あすごそう、一重から二重、なんかこの二重の時になんか若干その二重の幅がこう違うなって時も、鏡見なくても分かるぐらいの違和感があるのね。あ、なんか目開けづらいみたいな違和感があるのね。一重から二重だったらもっと違和感ありそう。なんかね、二重の幅が本当に時々ねおかしくなるんだけど、なんか広がるんですけど、なんでめっちゃ違和感ある。その時寝不足だと、いや寝不足ってわけじゃないと、わかんないな、いつなってるかもあんまり覚えてない。本当に時々すぎて、本当に時々なるの。この前なってたよね、私ね、言ってたもんね、すごい言ってた記憶がある、なんか二重の幅がみたいな。でも気づいたら治ってたんだよね別もう覚えてないんだよな。その頃寝不足だったからとも覚えてない、そんなに寝不足だったイメージないんだけどな。アレルギーかな、なんか最近今年入ってっていう感じがあるから花粉とか、いや分かんない、でも分かんない、毎年なるかもなってるって言われたら、分かんないし覚えてないしなんか気づいちゃうなって、特に何もせずに。そう、なんかアレルギーかなんかでなってるのかわかんない、それすらわかんないけど時々なって気づいたら治ってる、いつもそんな感じ、めったにならないで。寝不足だと二重がこう変になるみたいな感じじゃない、
粉症は結構ひどいもんね。あ、私花粉症？花粉症は前はひどかったけど最近はそんなにひどくはないかもちょっとずつ良くなってきてる今はね。それ花粉がめっちゃ飛んでる時はめちゃくちゃ見てたりとかはあるけど、なんか目かゆい、鼻かゆい、鼻かゆいみたいな、かゆいっていうのはなんかムズムズするみたいなみたいな時あるけど、花粉がひどくない日はそこまでか。その頃別にもう耳鼻科行かなくても大丈夫なぐらいにはなった。前はね行ってたの、毎年行ってた、小学生の頃かなぐらいからそう行って耳鼻科に花粉症のなんか診断してもらって薬もらってってしてて、花粉症の治療をしようか考えてたぐらいまでだったんだけど、気づいたら軽くなってた。なんかあるのね、花粉症のなんか治療が。そう、なんかそのアレルギー源、花粉をのやつ、アレルギーを注射してこう体内にこう なんか耐性を作るみたいななのがあるんだけど、それしようかしようかって言ってたんだけど、って言ってたんだけど結局しなかった。なんかあるの、治療が、注射する治療。そう、杉とヒノキだったかな。でも最近は全然そこまでって感じ。治ってはないんだけど、くしゃみ出るし普通に腫る。花粉症ではまだあるんだけど軽くなった、だいぶ。前よりかは。あ、55分ありがとう。そう、前はできなかったんだよね、本当に。もうティッシュないと無理ってぐらい春ティッシュがないともう無理みたいな、学校でもティッシュ持ってないとみたいなぐらいな感じだったんだけど、気づいたら軽くなってた。じゃあ13位からランキング読みます。13位ムムさんありがとうございます。12位ハルトラさんありがとうございます。11位 WY やとマーク影の守護神さんありがとうございます。10位ゆうまかこ熊本さんありがとうございます。9位プッチーニさんありがとうございます。8位おまめさんありがとうございます。マーク京川さんありがとうございます。6位あきひこさんありがとうございます。5位バトニーさんありがとうございます。4位筋肉愛好家さんありがとうございます。3位としのりさんありがとうございます。2位ラスカルアットマークタムタムさんありがとうございます。そして1位がラボーナさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。明日の配信はちょっと遅くなりそうなんだよね、だいぶ23時、結構ギリギリになっちゃうかもしれない、30分過ぎくらいになっちゃうかもしれない、ちょっと分かんない。だからもしね、時間があれば早く起きれれば明日朝ちょっと朝少しだけするかも、一応みたいな感じで。分かんない、起きれるか分かんないから期待しないでいて明日はねちょっとね、そう明日はねちょっと遅くなっちゃいそうなので、いつもより帰ってくるのか。もしね起きれれば朝もするかもなーぐらいでも多分短いと思うけど、わかんない、するかわかんない、できるかもわかんない、起きれるかが不安わかんないですけど、え、起きれたらねまた言いますね。じゃ無理そうだったら無理だわっていう明日は本当早いね、もともとが起きるのが
出なきゃいけない時間が早いからちょっとあれだけど、めっちゃ微妙なんですけどできるかあんまり起きる自信はないんですけど、起きれたらね、起きれたらちょっとするかもしれない、起きれない可能性もあるよっていう起きれない可能性もある。いや元々ね、元々早起きだからした。何時に起きるんだ私。7時起きかな、普通に早いよね7時って。多分そんぐらい、まだ分かんないけど決めてない。明日何時に起きるか。普通に早いからさ、ショールームするってなったらもうちょい早くってことじゃん起きるの。分かんない、もともとの起きる時間が7時かも分かんないんだけど、まだ私は何時に出ればいいのか分かんない、まだ決めてないから起きるしかもまだ決めてない。起きるのできる、いやお昼はできないな、多分移動してるか、移動してるからなんかレッスンしてるか稽古してるかどれかだと思うちょっと無理そうですね、朝か夜かなの明日は。あと場所もなさそうだから配信できる、朝か夜か、夜がちょっとギリギリになっちゃいそうだから、朝もしかしたら早起きができたらやろうかなっていう。寝ないっていう選択、明日死んじゃう、そんなの。寝ない、寝ないって選択肢やばい、明日めっちゃ明日朝から夜までずっとレッスンとか結構やばすぎる、過酷場所もなさそうなんだよね、そんな感じなので明日も朝起きれたらしますね。ちょっとまた朝言います、するかどうかは弁当食べたら10分ぐらいで、いやね、配信ができなさそうな場所なんだよなってことってことですね。ちょっと場所的に無理そう。じゃあそろそろ12時になっちゃうので、じゃあありがとうございました、バイバイ、おやすみなさい、また明日、おやすみ、バイバイ、おやすみ。